はい、こんにちは、竹下敦です。私のね、大切な、師匠である、レイ・アルフォンソ翔太氏、ここのところね、連絡がつかなかったんですよ。とても心配しましてね、彼はもう70を過ぎてるんです。で、私の母が、70の時に、亡くなりました。ですのでね、彼がね、死んでしまうんじゃないかと。まあ、それはいつか死にますよ。でもね、ボケちゃったのかなとかね、ごめんね、ポンちゃん。すごく心配しました。でもね、今日はLINE でメッセージをいただきまして、ありがとうね。元気でやってるよ。暑い夏バテに負けずに頑張れと。すごい人ですね。こんな若造の僕にね、まだ心配をして心遣いをしてくれている。8月の4日にね、熱海に向かう予定でいたんですが、今考えてみるとね、それは無謀だったかもしれないですね。いや、無謀です。この暑さの中ね、僕も熱中症になるかもしれない。そして父親代わりのね、アルフォンソがそんな事態を招いたら、それはそれは心痛めるでしょう。そしてね、熱海は涼しいとはいえ、やはり今まだ救出活動がね、行われている最中です。僕はあまりに軽率でしたね。この猛暑が終わり、オリンピックも終わってね、そしてちょっと秋の涼しい頃にね、お互い体調が万全になって、そんな頃にね、熱海にお邪魔させていただきたいと思います。悪い癖なんだよね。なんだか焦っちゃうっていうか、早く会わないともう会えないんじゃないかってね。そんな風に思うんですよ。でもね、いつかみんな死ぬでしょう。アルフォンソもいつか死にます。でもね、僕は彼のことを忘れることはありません。彼が残したね、大切な譜面、それをね、僕が、書き残せるように、それだけの実力が備わるまではまだもう少しの時間がかかるでしょう。でもね、僕は必ず成し遂げます。自分がこれと思ったことは絶対に成し遂げます。ですからね、もうほんの少しだけ優しい目で見守ってやってください。それぐらいはいいでしょ、ポンちゃん。あなたに会いたい。今すぐにでも会いたい。多分ポンチョもそうでしょ。
でもね、お互いじっとこらえて、痛みが落ち着いて、そしてこのね夏の猛暑が落ち着いた頃に、ゆっくりと二人でね音楽談義なんか、できたらいいなと思います。そしてねオベーションは僕が弾きますよ。だって僕が弾いた方が似合うもんそんなわけで、ちょっとこれはビデオレターかな、誰が聞いても面白くないと思うけど、まあ、アルフォンソに向けての、お礼と、そしてね、これから、もっともっとたくさん精進して自分を高めていきたいと思います。それではね、本当に皆さんありがとうございます。またね、ぜひこのチャンネルこれからも続けていきますんで、よかったら、高評価グッてですね、あとチャンネル登録の方をしていただけると、とても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。See you next time です。